大変長らくお待たせいたしました。第26回日本ど真ん中祭りアンダー40大会ファイナルコンテストスタートです。今からこのステージでは昨日行われたアンダー40大会一次審査を勝ち抜いた6グループの上位2チーム合計12チームが大賞を目指し戦います。ここからの司会を務めますのはチームシャチの桜直人、坂本春菜と日本ど真ん中祭り学生委員会水野咲です。どうぞよろしくお願いします。ここでアンダー40大会における審査基準、審査方法をご説明いたします。ど祭りでは感動力と情緒力を審査基準としています。その基準に基づき野祭り性とエンターテインメント性の2つの項目から審査を行います。野祭り性とは地域の個性を魅力的に表現する力、エンターテインメント性とは踊り、曲、構成などの技術面と衣装、道具類、4分間のストーリー性などの芸術面が総合的に調和しているかを評価するものです。以上2項目を合計60点満点で評価します。それではこのステージを審査していただく審査員の方々をご紹介します。バレエダンサー加藤彩子様、スターダストプロモーション横川美由紀様、チームシャチ大黒ゆずき様、栄公園振興株式会社代表取締役社長菊池文康様、公役員中京事業部長白井秀幸様、あの強さこい組織委員会宮城康光様、以上6名の方々に厳正なる審査をしていただきます。それではファイナル審査に勝ち残ったチームを出演順にご紹介します。岐阜県加茂郡富加町よりお越しのハブディジュニア、愛知県豊明市よりお越しの豊明ランブ、名古屋市南区よりお越しの笠寺一里、北海道上川郡和寒町よりお越しのカディン、東京都世田谷区よりお越しのアラワ、愛知県清須市よりお越しのノースタイヌ、三重県津市よりお越しのダンスチーム D、東京都北海道からお越しのガラン、東京都世田谷区よりお越しの関東ど祭りチーム GO、 京都府京都市よりお越しの花の都、愛知県愛知郡東郷町よりお越しのアイリス、長野県よりお越しの信濃大和、長野県関東大学よさこいサークル児玉、紹介しそびれてしまいました。大変申し訳ございません。紹介させていただきます。
名古屋市立大学理事副学長伊藤康彦様。お願いします。7名の方々の審査員の皆さんですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上12チームの皆さんです。仲間と共に見た夢がある。仲間と共に見たい景色がある。目指す対象はただ一つ。アンダー40大会ファイナルコンテストスタートです。最初に踊っていただくのは岐阜県加茂郡富加町より参加のハブリジュニアの皆さんです。今年のテーマは加茂神祭り。富加町の岩神社で行われる連載平安時代時のすぐ大将軍から伝えられたこの祭りは町の発展とともに現代まで受け継がれる。夏の終わりに国の港が街中に輝くことを願って元気いっぱい踊ります。それでは踊っていただきましょう。ハブリジュニアの皆さんです。どうぞ。岐阜県加茂郡富加町より来ましたハブリジュニアと申します。日本ど真ん中祭りアンダー40ファイナルコンテスト、昨年に引き続き2年連続我々ハブリジュニアがトップバッターを務めさせていただきます。さあ皆さん、初っ端からガンガン盛り上げてまいりましょう。曲のテーマは豊作祈願の連載富加町の田の神祭り。町の発展、子供たちの成長、そしてこの場にお集まりのお客様お一人お一人の祈りある未来を願って全力全開で踊ります。どうぞ皆様よろしくお願いします。踊る富加の伝統
開する桶狭間ダービーで優勝を狙う縦横無尽に駆け巡り戻る選手たち、チーム結成20年の団結力が今試される。それでは踊っていただきましょう。豊脇南部の皆さんです。どうぞ。エンジンを組みます。果たして作戦はあるのか。
産歩道、文化を守り継いできた歴史がある笠寺に思いを馳せ、今を紡ぐ喜びを現代に刻みます。力強い踊りと一糸乱れぬ扇子の一体感をご覧ください。それでは踊っていただきましょう。笠寺いじりの皆さんです。どうぞ。Thank you.
演舞に対する思いを込め全力で演舞いたします。それでは踊っていただきましょう。かりんとみなさんです。どうぞ。
今年の作品は勇敢に、そしてお祭りごとのように消化に当たった江戸火消しを題材にしています。困難なことほど楽しまなくっちゃ、その様をあなたらしく我がままに踊ります。それでは踊っていただきましょう。あらわの皆さんです。どうぞ。東京都より参りましたよさこいチーム、あらわです。皆さんどうぞよろしくお願いします。Thank you.
は初年度の曲をマイナーチェンジしたものを踊ります。テーマは温故知新、自分たちの過去に新しきを取り入れ踊ります。それでは踊っていただきましょう。ノンスタイルの皆さんです。どうぞ。皆様こんにちは、ノンスタイルでございます。皆様に涼しさをお届けに参りました。うちわのご準備いいですかね。ありがとうございます。それでは皆様よろしくお願いします。Thank you.
のように素敵な演舞でした。ありがとうございました。続いて踊っていただくのは三重県津市よりお越しのダンスチームリンの皆さんです。三重県津市で中高生主体で活動する2022年目の熱血チームです。今年の演舞曲はお願いします。子供たちをまっすぐな一生懸命積み重ねた練習のすべてをこのステージにかけます。よろしくお願いします。手を打った経験値を打ち現れ強く
最高に楽しかったです。ドイツ感がすごかったですね。迫力のある演舞ありがとうございました。続いてお越しのガランの皆さんです。東京都と北海道から参加のガランです。3回目の市街地でのど祭り、毎年楽しみにしています。今年もガランにしか出せない世界観をお楽しみください。それでは踊っていただきましょう。ガランの皆さんです。どうぞ。ご紹介いただきました東京都北海道から参加のガランです。エンターテインメントの最先端東京、大自然を育まれた北海道、その2つの地域から作られたこの作品、どうぞ楽しんでいってください。ガラン2024トゥードゥ。できるね。そうですね。はい、衣装も個性的で、とても印象に残りましたね。
かっこよかったです。ありがとうございました。続いて踊っていただくのは東京都世田谷区よりお越しの関東の祭りチーム GO の皆さんです。今年のテーマは火事と喧嘩は江戸の花、江戸を守る町引き師、力強く気高く火の手に立ち向かう姿に町の人々は憧れる。木遣りの歌が聞こえる限り火消しの心は絶えず燃え続ける。それでは踊っていただきましょう。関東の祭りチーム GO の皆さんです。どうぞ。
練習。ありがとうございました。ありがとうございました。関東ど祭りチーム GO! の皆さんでした。最初からね、最後まですごいストーリーがあって、最後とっても感動しました。よかったです。ありがとうございました。続いて踊っていただくのは京都府京都市よりお越しの花の都の皆さんです。抗えない時の流れの中で人々が行き交い、出会い、そして別れ、懐かしむふるさと京都、そんな移ろいゆく京都を見守り続ける鴨川の流れを表現します。同じく故郷への郷愁を綴った交響曲我が祖国に着想を得たオーケストラ調の楽曲に合わせてお聴きください。それでは踊っていただきましょう。花の都の皆さんです。どうぞ。Yeah!
一門と境内に祀られる神々を表現します。アイリスの作る世界観をお楽しみください。それでは踊っていただきましょう。アイリスの皆さんです。どうぞ。それでは、イクトさんを守り継ぐ先人の思い。研究部門、時代を待つ
一緒になって踊ってたして、見入ってしまいましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。信濃大和&長野県看護大学よさこいサークル児玉の皆さんです。長野県は健康寿命日本一、子供からお年寄りまで超ハッピーです。長野県の未来は元気で明るい、信濃大和がパワフルな長野県を表現します。最後は皆さんで万歳三唱で笑顔になりましょう。おじいさん、おばあさん、準備はできたかな？それでは踊っていただきましょう。信濃大和&長野県看護大学よさこいサークル児玉の皆さんです。どうぞ。
長も盛り上がりましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて踊っていただくのはザ・日本海の皆さんです。北陸・能登半島地震から半年が経過しました。これまでもこれからも北陸の皆さんとつながり続ける証として今年もゲストとしてお招きいたしましたので皆さん拍手でお迎えしましょう。それでは踊っていただきましょう。ザ・日本海の皆さんです。どうぞ。はい、会場の皆さんこんにちは。改めまして、ザ・日本海でございます。1月1日の発災の能登半島地震、大変、全国の皆様、また南部の皆様から、絶大なご声援をいただいております。本当にありがとうございます。今日はそのお礼で力いっぱい演舞をご披露いただきます。よろしくお願いします。Oh,
ありがとうございました。はい、よしです。台湾で一番有名なお祭りです。
馬祖様は出会った人々は男の全てを守ってくれますので、今回の大会やすべてのチームと日本と台湾の友好関係でもっとうまくいけるようにお祈っておりますので、今回のショーも楽しんでみてくださいね。それでは麻生様よろしくお願いいたします。
賞に輝いたのは他人の皆さんです。おめでとうございます。そしていよいよ残すはアンカー40大会大賞チームの発表です。少数精鋭で挑んだ熱き戦い、仲間と共に全てを出し切った大賞の栄誉を手にするのは果たしてアンダー40大会大賞は花の都の皆さんです。おめでとうございます。今回大賞を受賞された花の都の皆さんはこの後夜6時5分からメインステージで行われるファイナルコンテストにて大賞演舞を披露していただきます。またアンダー40大会特別ルールとして花の都の皆さんには来年のファイナルシード決定戦への出場権が贈られます。改めて大賞おめでとうございます。メインステージでファイナルコンテストが始まります。この後も第